こんにちは、佐野薬局本店です。今日はローズマリーを使った不眠におすすめのスープをご紹介します。ローズマリーの香りは気持ちを落ち着かせてくれます。香りを際立たせるために塩コショウのみの味付けにします。はじめにジャガイモは皮を剥いて角切りにします。人参も食べやすい大きさに細かく切っておきます。玉ねぎは皮を剥いて薄切りにします。鍋にすべての材料を加えてかぶるくらいまで水を足します。沸騰して野菜が柔らかくなったら塩、胡椒、ローズマリーを加えて完成です。ローズマリーの爽やかな香りでとてもリラックスできるので、ぜひお試しください。